おはようございます。上野駅に、来ております。ちょうどここはですね、おそらく東京地下鉄の、本社があるあたりじゃないでしょうか。昔はね、江南地下鉄、確か上野のこの辺が本社だと思います。そして、こちらがご存知、上野駅ですね。本日はですね、鉄道駅を、あいうえお順に回って鬼ごっこという企画を、やろうと思っております。まずあのつく駅に逃走者チームが行ってもらい、でその後30分以内にいのつく駅、また30分以内にうのつく駅、30分以内にたどり着かなかった場合は、一度、列車を降りて5分待つと。それで、ラ行を除く50音、まあ、オート音もないですね、和までですね、回って、果たして見切れるのかというゲームを本日はしたいと思います。よろしくお願いいたします。撮影陣に説明が漏れたルールがあるので、ここでご紹介します。両チームは相手チームに対して定期的に現在どこにいるのかを報告しなければなりません。逃走者チームは目的地にたどり着いたら駅名を報告します。それに加えて目的地到着から20分経過後にも現在位置を報告します。追跡者チームはゲーム開始から20分おきに現在位置を報告します。相手チームも報告の内容から次にどう動くかの予測を立てて、こちらはどのように動くか考えていくことになります。ルールの、ちょっと追加の、説明をしたいと思います。逃走者チーム、今回は、1人になってしまいましたので、ちょっと有利にしてあります。まずはですね、スルーカードというものを使って、1駅、飛ばすことができます。何ぬねののぬ、これは難しいと思います。多分沼部と沼袋だけじゃないですかね。おそらくこういう難しい駅を一つ飛ばすことができる。でもう一つは妨害カードというもので、使った瞬間から鬼チームをその場で、電車から降ろして、10分足止めさせることが可能ということですね。はい。それからですね、逃走者チーム、使えるものの中にですね、新幹線、それから有料特急、それから路線バス、高速バス、そして、2000円以内のタクシー、これを、一度ずつ、使うことができます。そして、鬼チームもですね、さすがに新幹線でどこかに、逃げられた日にはもうそれこそ、青いきなり秋田とかで取られた日にはですね、もう追いつけないってなっちまうんで、鬼チームも一応新幹線、路線バス、高速バス、この3つは使うことができます。ないのは有料特急とタクシーですかね。はい。鬼チームは先手でこれは使えないですね。新幹線対策といったところでしょうか。はい。スタートは大宮駅になる予定です。ルールのまとめ。まず逃走者チームはアーから始まる駅に向かいます。アーを回収したらビー、ウー、エーと辿っていきます。追跡者チームは相手の動きを予測しております。両者の定期的な現在位置報告がヒントになります。逃走者チームを捕まえれば追跡者チームの勝利です。安全面を考慮し、走っておったり逃げたりするのは禁止です。20時を迎えると逃走者チームの勝ちです。というわけで大宮駅に到着いたしました。大宮といい、大戸野田線が6万が今入ってきまして、その手間、今6万が奥に入っていきまして、手前はあれですね、1万のリニューアル車、正式には1万じゃないかもしれませんが、1万型タイプのリニューアル車ですね。いいですね、リニューアルしてるのにまだ幕なんですよね。表示が LED じゃなくて幕が使われてるの、しかも急行ですね。あれ
あーいいですね。いやいい、アーバンパークラインいいですね。まあそうですね、大宮といえば、あ、新幹線も見えます。まあやっぱ鉄道博物館、の街、ね、相原さんは大宮で、育って、あの大宮の車庫をずっと見ながら育ってたらしいので、まあそりゃ鉄オタになるなというのはあるんですが、他にも、最近だと大宮セブンですかね、あの吉本の大宮劇場で、活躍されてる芸人さんたちとかも注目、されてます。ご飯屋さんもいっぱいあって、なんか食べたいお店いっぱいあるんですよね。なんか長岡ラーメンのお店があるらしくて、ちょっと一回行ってみたいななんて思うんですが、はい、というわけで、この後合流ということになります。そんなわけで、あの今ルールを皆さんに見ていただいておりますが、はい、これあの今回逃走者は相原さん一人、はい、はい、そういうことですね。一番最初の駅どうしようかなと思って、今だから、まあ、大宮なんで、まあ、あの駅から始めてってことですね。30分で行けるあの駅なんかあるか、あの一応そこは想定してありはします。あるんですけど、うん、どん詰まりなんだよね。2つある、うん、両方ともさ、もう片方は30分以内に到達できそうもない。あ、そんなことないんじゃない？30分割は行くんじゃない？あ、ちなみに最初の駅だけは、あのその相原さんが乗ってスタートしてから30分です。なるほど、うん。いやー、これ途中動画撮れないぞ。撮ってください。あの少なくともこの駅で青を撮りました、この駅でイを撮りましたと、あとはその間の次ここ行くって行こうと思ってんだけど、相手チームこう来んじゃねえからみたいな予想が取れてると非常にいいですね。今この、ま、幻の12番線ホームを撮影しながら、ここつい最近まで線路があったという。あったんですけど、で、うん、なんでここに来たかっていうと、タイムスリップとは我々の動画の一番最初、実はここから電車乗ってるんですよ。昔は、大昔はだから線路あったんだ、12番線ね。11、12、両方とも川越線だったっていう時代から。川越線だったんだ、そうか、地下じゃないんだ、まだ。川越線、川越行ったじゃん、最近。そうだ、地下じゃないんだ。っていうのがあったんで、うん、一応大宮来てもらったんで、うん、せっかくなんで来てもらった。めちゃあちゃあちゃん、サフィールが。あ、サフィール、あ、見えなくなっちゃった。見えなくなっちゃった、今。C230。はい、というわけで、そんな感じで、そろそろスタートしたいと思います。